検索してはいけない言葉リキーほら実況やっていこうと思います。皆さんこんにちは、ルサオでございます。まあね、この検索してはいけない言葉リキーっていうのも、まあ言っちゃえばホラーテイストであり、まあコンテンツじゃないですか。でまあ私はね、いつもこれを必ず深夜に撮るって決めてるんですよ。なんでかっていうと、本当に怖いを味わいたいからですね。いやなんか結構ホラー系の動画とか好きでめっちゃ見てたらですね、体勢ができてしまって全然怖くなくなってしまったんですよ。で毎回これ嘘のように聞こえるかもしれないですけど、あの撮影時間はだいたい20か3時か4時ですね。ということで早速やっていきましょう。お花さんの一日。フレンズ2018という映像イベントに出展された作品。方法、内容はほぼモペモペと変わらないのだが、狂気がモペモペよりも増している。最初は人形劇のような物語だが、中盤から一変し狂気の世界が始まる。閲覧する際は注意。なるほど、結構じゃあガチで怖い系か。怖いけど好きって声がある。モペモペってまず何？モペモペだけ見ていい？軽く。音楽シミュレーター BMS の音楽制作イベント BOFU2017 に投稿された楽曲。 PV が恐ろしいことで有名。あ、これ俺知ってるかもしんない。モペモペ、そうだよね、すごい一時期話題になったもんね。ちょっとこれモペモペ後で見ましょうか。先にじゃあ、なんか映像イベントだから別になんかあれなのか、映像作品。こっちはさっきはあの MV だったけど、俺これ初めて見んな。なんだろう、どれだ、どれで見ればいいんだ。ツイッターはまずいじゃん多分。お花さんちの一日、曲が怖いの、どっち、歌が怖いの。なんか同じようなことをされてる方がやっぱいますね。同じようなことをされてる方がやっぱいますよね。今も結構検索しちゃいけない言葉って更新され続けますからね。なんだろう、これがいいのかな、これ、これっぽくね。なんか曲が不安定だぞ。鼻かわいいけどさ、なんか曲がうる、染まっちゃったよ。うわ、マジでうるせえ。あらららら、トラウマになるねこれ。ああ。あ、ここでもちょっとかっこいいかも。ここ好きかもしんない、曲奏が。映像すげえな。あ、不気味、いいね。おお。ん？誰？なるほど。いや、あのさ、あの、まあ、年上なんだけど、全然、俺のさ、あの、友達にさ、あの、そういう、あの、サイケデリックなハードコアっていうのを、今、ハードコアっていうのかな、やっぱり、そう、ハードコア作ってる人とかいるからさ、なんか、音圧がいいとか言って、時々話したりするんですけど、なんかあの、結構そういう曲を作ってるんで、なんか全然怖くないですね。なんかむしろ、途中のあの、最後の締まりがいいなと思って、なんかちょっと感動しました。ちょっとじゃあ、モペモペも見ましょうか。BMS って、そう、これね、BMS、あの、本当に、あの、すごいんで、あの、BMS にね、あの、投稿されてる、あの、曲とかですげえいいのとかたくさんあるんで、皆さんぜひ聴いてください。PV が恐ろしいことで有名。ちょっと、モペモペ、もうなんか、読まずに調べようかな。多分今みたいに音楽 MV 系で怖いやつってことじゃない、きっと。あれ？これがモペモペ？え？あ、これね。
かわいい。あ、じゃあこのモペモペのリメイク版みたいなやつだったってこと？さっきのやつ。かわいい。かわいいな。だ。お。急に不気味になるじゃん。あれ、花いなくなっちゃった。あらら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 ら。あ、いいね。こういうアニメの演出俺結構好きよ。おー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 おお、すごいな。あーでもこの辺の曲ってやっぱ人を飽けんのかな。俺もちょっと最初苦手だったけど、その知り合いが聞かせて、そのさっき言った友達がね聞かせてくれたことによってなんか結構ハマったってのあったから、人を飽けんのかなやっぱり。まあ確かに不協和音使って作ってるようなもんだからね、言っちゃえば。そう、俺はこれはこれでかっこいいなと思うんですけど。あ、ちなみにその人今ピザ作ってます嫁さんと一緒にピザ作ってますかわいい。そう、俺話したのこっちだ、これだ。このね映像がすごくかっこいいんで、あの皆さんぜひ見てください。これ控えておきます、なんか再生されちゃう。よし、次。俺たちの何がそんなに怖いんだろう。なんかもうタイトルが怖いんだけど。あ、閲覧のみ許可しています。閲覧のみ許可してるってどういうこと。あ、え、配信は NG ってこと。じゃあちょっと、じゃあいや、あのブラックアウトして俺のリアクションだけ見て。あ、怖い話系ですね。ね、ちょっとじゃあ、俺声出して読まないんで、皆さんどんな内容からかちょっと想像しながらちょっと言ってください。自分で調べてください。ほう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 。あ、まあまあまあ、あるよね。そういう感じだもんね。あ、まあまあまあ、そういうね、ことも必要だと思うわ。うん。つまんないもんね、やっぱりね。ほうほうほう。あー、なるほどね、そういうことか。まあこれ知ってたら怖い話談義とかで盛り上がれるかもしれないって内容ですね。あー、確かにうまいかも。じゃあちょっとこれ読もうかな。これ親の車埋め尽くしたった。何でやったのこれ。福井県のツイッターユーザーが投稿した怖い画像。怖い画像、大丈夫、俺グロ画像じゃない。この投稿者はタイトル通り親の車のフロントガラスに雪を埋め尽くしているのだが、その雪は自身の私物である能面をかたどりした雪の能面であり、ちょっと待って、1個ではなく複数の雪の能面が親の車のフロントガラスを埋め尽くしている。さらには大量の雪の能面の下には実際にかたどりして使われた能面が車に置かれているためにとても恐ろしい画像となっている。いや、これ面白画像なんじゃねえか怖いのかな。ちょっと見てみましょう。どう怖い画像っていうか面白い画像だな。ちょっと待ってこれ何、サムネにしていいこれ
怖っ、なにこのクオリティ。すごいな。これあれだな、俺今度北海道とか新潟とか雪国旅行した時作ろうかな。面白いな。あ、でも書いてある、この画像は福井県で130センチ以上の積雪した2018年2月6日に作られたもので、ネット上では怖い心臓となるどっかにある本体を攻撃しないとダメージが入らないタイプのボスと様々な声が寄せられた。これわかるね、どっかにある本体を攻撃しないとダメージが入らないタイプのボス。いいな。ちょ、じゃあ最後にしようかな。ガオさん、探偵ナイトスクープの依頼の一つ。あ、なんだっけ探偵ナイトスクープって。なかなか寝ない子供に両親がしつけのために制作した怪物を番組で再現したもの。その見た目は髪がなく口元にバイキンマンのようなメイクをして、お尻にピンポン玉らしい白い玉をはめた姿。怖いの？ジョーク系でしょ。だってそんな怖い怪人って出ます？じゃあ調べましょう。ガオさん、ちょっと待って、130倍怖かったわ。130倍怖いって。これは怖いわ。これは女性なのかな、男性なのかな。だから女性っぽくない？え、なんか女性っぽくない？なんか恋しちゃいそう。なんか恋しちゃう人いるんじゃない、これ、この体験。あ、男ですね、すいません、男です。男でした、すいません。ということでこんな感じですね。いや、なんかネタ多めだったな。怖い感じっていうのもネタ多めだった感じするわ。はい、ということで、ぜひこれからも続きますので、なんか怖いことをもっと知りたい、見たい、聞きたい、大発見したいという方いたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、ツイッターのフォローして、またね、動画を待っていてください。基本的に毎日続くんで頑張りますんで、お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。